こんにちは、健食さんです。28歳管理栄養士、痩せる青梅の酢漬けをご紹介します。酸味と爽やかな香りの青梅、仕込み10分、漬け込み1週間で簡単です。梅は血圧、血糖値の改善に効果的。9キロの減量に成功した。梅の効果の高まる食べ方をご存知でしょうか。実は梅とお酢はダブルの効果でメタボや生活習慣病を改善するのです。梅エキスたっぷり漬け汁の梅酢水もおすすめです。青梅、ヘタを竹串で取る。梅は酸っぱいクエン酸が豊富です。疲労回復、高血圧予防、減量の特効成分です。梅を優しく水を変えながら洗う。水を張ったボウルに1時間梅をつける。ザルで梅の水気を切る。キッチンペーパーで水気を拭き取る。梅に穴を開けて梅エキスを抽出。竹串で梅に穴を開ける。穴を開けるとお酢が染み込みやすくなる。梅エキスが短時間で出てきます。梅とお酢でダイエット効果倍増。鍋にお酢を加える。梅とお酢の3つの効果、肥満解消、糖尿病予防、梅のクエン酸、お酢の酢酸で代謝が活性化、血糖値の上昇が緩やかになり痩せる、高血圧の予防。梅は血圧の上昇に働くホルモンの働きを抑える。お酢は大さじ1杯で血圧を下げて血流も改善する。肌や髪の若返り。梅のポリフェノールは体の酸化を防ぐ。シミ、シワを撃退し、すべすべ肌に変わる。沸騰させる。加熱するとお酢の酸味がマイルドになる。なごみ塩、塩を加えて梅エキスを抽出。塩を加えて梅の中心のエキスも引き出す。一度火を止める。梅を優しく入れる。梅に熱を伝えて梅エキスを抽出。余熱で熱を伝える。70度以上になると煮崩れするので注意です。アルコール消毒した容器に梅から入れる。お酢を注ぐ。蜂蜜の代わりにきび砂糖や天才糖でも作れます。お酢が少し足りないので50ミリほど追加します。梅がしっかりお酢に浸かるようにする。冷暗所で1週間漬け込む。もう
1日で梅エキスが出てきている。通常は1ヶ月漬け込むけど、梅に穴を開けると短時間で染み込む。保存期間は1年です。梅はそのまま食べたり料理に使えます。塩分控えめでしょっぱすぎず食べやすい。今回は酢漬け梅の漬け汁を活用した梅酢水をご紹介します。酢漬け梅の漬け汁。漬け汁には梅のエキス、梅リグナンというポリフェノールが溶け出している。40度くらいのお湯を注ぐ。老化や病気の予防に効果がありそう。塩分とミネラルを手軽に補給できるスポーツドリンクにもなります。管理栄養士のダイエットポイント。梅とお酢のダブルの効果で効く。肥満、血糖値の改善。梅のクエン酸、お酢の酢酸で代謝が活性化。血糖値の上昇が穏やかになる。内臓脂肪、体重が落ちる。血圧の改善。梅は血圧の上昇を抑える。お酢は大さじ1杯で血圧を下げる。老化の防止。酢漬け梅の漬け汁には梅ポリフェノールがたっぷり。梅酢水で肌と髪がツヤツヤに変わる。チャンネル登録で応援お願いしますね。ダイエット情報もお送りするので、概要欄から公式 LINE をご登録ください。あなたのダイエットが大逆転できますように。それでは、ありがとうございました。